って玉ねぎ入れて、その後あのチリの粉ですね。チリパウダーも少し入れます。もともとこうシリランカで作るときに玉ねぎとニンニクを入れます。石あれですか、石の上でこうやって和えるんですか。これモールディフィッシャーのカツオ節です。このカツオ節は美味しいですよね。なんかこう味があって、ね、アラペジみたいな。あ、そうそうです、シシト、本当は青唐辛子なんですけど、シシト辛くないようにみんなに優しいってみんなに。スリランカって子供の食べ物。あ、そうなんですね。スリランカの子供ですか。で、そこに最初は本当だったらこれをあの石でですけど、今こっちで手でココナッツをこれぐらい入れます。すごい。もうちょっと入れます。もうちょっと。頑張りすぎた。胡椒。これが一番簡単に作れる。で、レモン。ミルク少し入れるんですけど、もともとこれ作るときに生のココナッツを削って作るから、ココナッツミルク入れなくて、その水分があるんで、これはあの日本でそれなくて手に入らないから、あのデシケでココナッツで作ったんで、チョコとココナッツミルク、その水分不思議な。
本当もうちょっとオレンジになるんです。